こんにちは、アンティークコインプラネットです。コインマニアの店主が自分でも欲しいと思えるコインしか売らないをモットーに、本当に価値のあるアンティークコインを販売紹介しております。ホームページ、インスタグラム、ツイッター、 LINE などもやっております。概要欄にリンクを貼っておりますので、ぜひ一度覗いていただけると嬉しいです。一緒にアンティークコインの世界にどっぷり使っていきましょう。本日は珍しくモダンコインのご紹介になります。2021年、オランダロイヤルダッチミント製造の1オンス金貨。中世に発行されていたシルバーライダーをデザインにして50枚のみ鋳造された金貨でございます。表面には馬上の騎士像が、裏面にはオランダの紋章が描かれております。直径約 38.7mm、 重量 31.1g、 99.9% 金の金貨です。16世紀から18世紀まで法定通貨であったデュカトーン銀貨は、通称シルバーライダーと呼ばれており、オランダコインでも最も美しい銀貨と言われております。今回はそちらのデュカトーン銀貨のデザインを1オンス金貨で復刻したものになります。発行枚数は50枚、もちろんプルーフ70ウルトラカメオの最高鑑定品でございます。発行枚数50枚はモダンコインの中でも少ないですが、これらのライダー金貨は複数年発売されておりますので注意が必要です。国内でほぼ見かけることはありませんが、オークションではちょいちょい出てきます。非常にデザインが美しく、モダン嫌いの私も欲しいと思えるコインの一つでした。今回初めての入手になります。ご存知の通り、私はモダンコインを推奨しておりませんが、モダンを買うならこういったほとんど日本で見ることのないデザイン性に優れた大型の人気アンティークコインの復刻版を購入しましょう。将来性と美しさを兼ね備えた数少ないモダンコインだと思います。